はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ナミスキ団電磁気役部アニメワクワク研究室 YouTube パーソナリティの電磁気役です。よろしくお願いいたします。はい、今日はね、よかったよ、ネタがある。はい、ということでね、ツイッターの方でね、なんか、アニメ関係はね、プロデューサーさんとかね、ヤオヨロズのプロデューサーさんとか、他の方も語ってたかな。面白いのが流れてきたので、こちらをご紹介します。じゃじゃん。はい、ネットフリックスがね、パートナーへのヘルプセンターの中に、このようなホームページを出しました。ヘルプかな？出しました。自宅環境での吹き替えセリフを収録するにはということでね。で、まあ、ネットフリックスでは、まあ、通常、なんちゃらかんちゃって書いてあるんですけど、で、まあ、直接収録ですけど、まあ、今回はね、コロナの世界情勢、今まで通りの NP3 パートナーとして、直接収録ほか、こうかな、実際の吹き替えに役者さんの自宅で、収録をお願いすることもありますと。本ガイドラインは、それぞれの自宅環境での、収録の品質を保ち、完璧な収録現場ではないまでも最高の収録を行えるような対策をご紹介いたしますということでね、はい、我々素人もしていきたいと思います。で、まあ、馴染みのないデバイスの使用についてっていうので、まあ、ここに、まあ、USB マイクだとか、オーディオインターフェースだとか、iOS デバイスだとか、まあ、ありますよと。なんか、送ったら開いてください、どうちらも書いてあるんで、もしかしたら、必要な方には、そのサポートとして、ネットフリックスから、そういうの送られてるのかもしれませんね。で、まあ、クラウド吹き替えに適した USB マイクっていう感じでね、紹介されておりますね。で、アポロジーハイマイクでいいのかな？内蔵コンプレッサーオフに設定してくださいとか。こんな感じで書かれてますね。で、まあ、ここに紹介されているのは、USB マイクですね。どんな、マイクなのかちょっとね、ググって見てみたいと思います。まずはね、アポロジーマイク、ミックマイクですね。296マイク、見えますかね。マイク296、アポロジーでいいのかな？メーカー。24,800円。なかなかいい値段しますね。なかなかいい値段しますね。なかなかいい値段しますね。だって今、簡単にね、ネットでね、ヨトバシのを見てるんですけど、一番安いお手頃なやつとかでは、6600円ですからね。USB のコンデンサーマイクで。なので、まあ、ネットフリックスはね、わざわざ一発目にこう、まあ、IO 順なんでしょうけど、ABC か。なかなかこれはいいクオリティで撮れるものなのではないかなと、思いますね。で、Windows with Mac and Windows、Works with Mac and Windows もコンピューターす。そうですね。こういう感じでタブレットにも付けれるんでしょうかね。こんな感じでね。これはサーフェイスかな。こっちなんか iOS っぽいですね。という、製品ですね。こちらがまず最初に出てきてる。マイク。24,800円。なかなかいいお値段ですね。で、次に、あれ？次にしよう。ちょっとね、今回一応いろいろ検索したんですけど、見つからなかったやつもあるので、その時はね、ご了承ください。オーディオテクニカ。AT2020USB プラス、USB プラス、カーディオイド USB コンデンサーマイク。ちょっとこれはね、Amazon で見つかりましたね。こちらですね。テレワーク用でやっぱり紹介されたやつですね。テレワークとか、生放送、録音、ポッドキャスト、実況用にね、ブラックで。まあ、18,260円。まあまあまあ、ね、配信とか趣味の人が買うもの、機材としては、まあ、ギリこんなもんかなっていう値段な感じしますね。一緒に買ってるものでこんな感じで紹介されておりますね。で、他は何でしょうかね。ロードの NT-USB、USB コンデンサーマイクですね。ロードの NT シリーズは結構有名ですよね。ではどうなんだろう。これも、ヨドバシカメラで見つかりますね。じゃじゃん。ロード NT USB スタジオマイクロフォンですね。元値が 22,000円が、18,500円。まあ、ポイント10ポイントつくんですね。10% つくと。まあまあまあ、これをまあまあ、買えんことはないかなぐらいな感じで。さっきは 24,000円をドア玉に見てるから安く感じますよね。でもこれ、気をつけなきゃいけないのは、これ足とかついてんのかね。あ、ついてんのか。こういうのが全部ついてるんですね。ならいいかなっていう感じですね。これが足とかついてなかったら、またね、足とかは別で買わなきゃいけないってなると、それはそれでめんどくさいっていう感じがしますね。うん。え？次が、ゼンハイザー MK4 デジタルマイクですね。デジタルマイクが、こちらですね、サウンドハウスさんにありますね。我らのサウンドハウスですね。おー、来ましたね。いい値段。26,500円。税込みで29,000円。
150円。まあでもまあ仕事に使うなら買っちゃうかなっていう値段ですね。ね、ドイツのゼンハイザー。まあゼンハイザーなら安心かなっていう感じがします。でもこれ多分足とかついてないので、多分別個でね、マウントする、まあ、マイクスタンド買わないといけないかなっていう感じですね。特性がこんな感じですね。ああ、かなりフラットに撮れる感じがしますね。そうですね。かなりフラットな音を撮ることができる製品ですね。ゼンハイザーの AMK4 です。皆さんもね、買ってみてはいかがでしょうか。いや、テレワーク用にこれいらねえな。ね。これらはね、さっき見ていた4つが、まあ、ネットフリックスの方で紹介されているマイクですね。クラウド吹き替えに適した USB マイクになりますね。あ、これか。え、これじゃ別なの。で、まあ、次ですね。私が、ポッドキャスト撮るときもこんな感じでやってますね。オーディオインターフェースと別売りの高品質マイクを使用する場合ということでね、コンピューターに接続するオーディオインターフェースのコントロールをケーブル内には操作に慣れておくべきものがありますと。まあ、いろいろ。まあ、こんなケーブルがあるんだよとか、ちょっと違うんだよというのを細かく説明してくれてますね。で、まあ、ここにね、フォーカスライトですね。小岩井小鳥さんのね、机のね、上を見ていただければわかります。その中にね、青色で黄色のつまみがな、あるやつが、機械が、ね、小岩井小鳥さんの机の向かって、左、真ん中の左奥のとこにあるんですけど、それがね、フォーカスライトのこのメーカーになりますね。そんなとこまで見てんだよって気がしますけど。これオーディオインターフェースですね。私はスタインバーグの同じようなものですね。二入力あるものを持ってますね。大体これが、スタインバーグですと、まあ、ヤマハなんですけど、スタインバーグですと、17,000-18,000円だったかな。2万いかないぐらい。これも似たような値段だったはずですね。まあ、こっちはコンデンサーマイクになってますと。で、クラウド吹き替えに、使用するプロ高品質用マイク、推奨例というのが以下になってますと。で、こんな感じで紹介されておりますと。まあね、せっかくなんでね、今回はね、アニメワクワク研究室なのでね、下のアニメ作品の方も見てみたいと思いますけど、まあ気になった方はね、上の実写作品の方も見ていただければなと思います。なかなかね、こうパッと見ると面白いですね。実写の場合は、ゼンハイザーなんですね。ゼンハイザー、ショープスいいのわかんないな。で、オーディオテクニカ。で、アニメの方はノイマンなんですね。アニメってノイマンなんだ。ノイマンで言うね。ノイマンと、で、モーじゃってのと、オーディオテクニカ入ってます。モージャバなのかな？ジャバなのかな？ジェイブ？ジャバ？まあいいや。ノイマンなんだって感じですね。逆にゼンハイザーちょっと気になってきますけど、まあ気になった方はね、ご自身で調べてみてください。で、次はね、なので、ノイマンですね。ノイマンのね、U87 と AI が確か見つからなかったのかな。でもまあ U87 は前回もご紹介しました小岩井小鳥さんが確か持ってるやつで、でっかいやつですね。30万ぐらいするやつですね。税込みで。で、見てみていきましょう。ああ、ごめんなさい。ノイマン U87AI はあったんですけど、普通の87が見つからなかったんですよね。で、こちらですね、ノイマン。あ、30万いかないですね、税込み。296,780。まあ30万ですね。まあ26万9800円の、マイクになりますね。こちらが。まあ、冒頭一発目に出てきてるのは、この先、これですね。まあ、前もね、小岩井小鳥さんの機材こんなんだ、みたいな話をした時に、お伝えしましたけど、これがね、まあ、世の中のスタンダードらしいですよ。なので、ちょっとね、これを形を覚えて、いろんなね、役者さんとか、今日ナレーションでーすとかでこう、写真上げてるのを、マイクを見てみると、これがあることが多いですね。で、さっき言いました通り、U87AI と89あったかな？ちょっともう一回見てみます。よいしょと。はい、こちらですね。U89i ならありましたね。まあ、大きくは変わらないでしょう。こちらが289,800円、税込み318,000円。いやー、プロ仕様。このマイク、その30万クラスのマイクって、もちろんね、さっき見せたオーディオインターフェースに繋ぐことは全然できますし、オーディオインターフェースの、コンデンサーマイクってファンタム電源ってこう、電圧を供給してやらないといけないんですね。2+48V だったかな。で、もちろんね、電源の供給は、さっきあったフォーカスされた赤いやつの、から電源供給して取ることはできるんですけど、ここのクラスまで来ると別個でね、アンプ、マイクをね、使うためのマイクプリアンプって別で買わないでやばいんじゃないかなっていう気がすごくしますね。そしてそれも30万くらいクラスを買わないと、これとね、釣り合わないですよね。もちろんね、
前紹介したように、小岩小鳥さんの環境には、そのマイクプリアンプがありますし、よく皆さん 見られてるか分かんないですけども、大石正義氏お兄さんがね、生配信でギターを弾かれてる時もマイクにはそれを、高い4、50万だったかな、あの人は、の、マイクプリアンプが、接続されているので、ね、さすがにこのクラスになるとそれが必要なんじゃないかなって、まあもちろんね、そこまではネットフリックスも書いてないんでいいんだよとは思ってるのかもしれませんけど。すごいね、これ。高い。で、次が TLM。あ、ノイマンの TLM シリーズになってきますね。U の次は TLM だから、なんか、ちょっと値段が下がってくれると嬉しいなという感じがしますね。103、102、127か。はい。こちらはね、ノイマンの、さっき見せました TLM102、コンデンサーマイクになりますね。これは安い。5万。いや、安かねえな。全然安かねえ、安かねえな。はい、59,800円。なんか、あれですね、30万クラスを2連チャンで見た後にこれを見ると安く感じますね。まあ、確かに、プロの方がね、家でお仕事をして、お仕事を得るのであれば、これくらいはまあ出せんことはないのかなという気がしますね。まあその役者さんもね、今、現在の懐事情にもよるとは思いますけどね。でもまあこれなら、私も頑張れば買ってもいいかなと思うレベルですね。給付金でなんとかみたいな。うん、確かにね、給付金でね、なんとかなるかなっていう思えるレベルですね。これと、オーディオインターフェースを買えば、まあ、ちょうどは8万9万ぐらいですかね。ちょっとマイクプリは買えないですね。税込みを無視するのであれば、これと先ほどのフォーカスライトって言ったメーカーの、小岩小鳥さんと同じ、マイクプリアンプのマイク、小岩小鳥さんのとこにあるのはマイク4台分のやつなんですけど、まあそれの、マイク1台分のものがあるので、それだったら確か5万ぐらいなので、合わせて10万ちょい。給付金プラス2、3万で買えるかなっていう感じですね。でもまあもちろんこれもね、マイクスタンドとかついてないです。もろもろ買わないといけないので大変ですけどね。で、まあ、給付金でこれ1個は買えますね。で、さっきの103がこっちの方についでに載ってますね。ちょっといいやつ。何が変わったのかがいまいちよくわかりませんけど、大きくなったのかな、少し。こっちはもうちょっと高いですね。97,800円。まあ、給付金1個で、給付金でなんとかって。給付金ありきの話になってますね。というマイクになってますね。まあでも現実的なのはこの辺かなっていう気がしなくはないですよね。もちろんね、プロの方がどれぐらいのね、ものを出すべきだと思われているか次第ではあるんでしょうけれど。ちょっとサウンドハウスになかったのでブログからの紹介になるんですけれども、今、近藤さんの書かれているやつなのかな。GOK サウンド、お借りします。ノイマンの、すごいですね、伝統を継承しつつ、次世代、伝統を継承しつつ次世代スタジオ向けに開発されたコンデンサーマイクで、TLM127 ですね。これ高そうですね。スタジオ用コンデンサーマイクの代名詞とも言われるドイツのノイマン。ローコストマイク乱立気味の昨今マイク市場に、老舗が放つ製品とはって書いてますね。価格書いてたっけ。税込みかな32万円。うん、高い。これは勇気がいる、これは勇気がいるものですね。はい、ということでね、まずその辺がね、紹介しましたがノイマン一式ですね。さすがノイマン高かったですね。次は、読み方がわからないモジャバでいいのかな。モジャベ、モジャバ、ジャバ、ジャバ、もうもうモジャバ、モジャバってことでしょ。読み方間違えた、ほんとごめんなさい。の、MA200 と MA201FET ですね。で、こちらはですね、MA200 ですね。ちょっとこれもサウンドハウスになかったんですけども、こんな感じのやつらしいですね。で、お値段が13万2000円。だっけな、手作業により厳選された3ミクロン圧カプセル。へぇ、メリタリーグレード。JN5840 真空管。そんなん入ってんの。で、もう一つが、MA201 の FET ですね。FET の方がいいのかな。こっちちょっと安いですね。13万見た後だからですね。82,500円。品切れ中って書いてますけど。まあ、こういう製品だよう、なようですね。真空管が入ってないから安いのかな。ちょっとね、黒くてかっこいいですけどね。
はい。で、それは、二つ目に書かれてる、メーカーのマイクですね。で、三つ目、オーディオテクニカが最後来ましたね。さすが、まあ、こういうやっぱ上もそうですけど、実写作品の場合の時もそうですけど、やっぱオーディオテクニカ入ってくるこのあたりはね、かなり、やっぱ老舗、日本メーカーの老舗、日本メーカーでいいんですよね。老舗っぽい感じですね。AT54、じゃあ AT5045 ですね。なんか、ショットガンマイクみたいなマイクですね。14万円。高い。ケースまでついてくるんですね。いやー。オーディオテクニカ、フラッグシックモデル、50シリーズのサイドアドレススティックマイクロフォン。スティック、まあそうですね、スティックマイクロフォンな感じしますよね。これ逆になんかどうマウントしたらいいんだろう。これか。おお、なんかショットガンマイクっぽく見えるけど、多分横からこう喋らないといけないんですかね。ね、こんなマイクみたいですよ。なんか一番なんか、今までのってば見たことある感ありましたけど、これちょっとなんか、へえ、知らねえや、こんなのって感じが、しますね。はい、ということでね、このね、アニメ作品の場合というね、マイクを一通り見てきましたけど、なかなかな、金額がしましたね。はい。でね、ポップガードお持ちな、ね、お持ちの場合はお使いください。お持ちでない場合は、自分の息で破裂音が発生しないよう、マイクを自分の真正面から少し横にずらして、設置してください。ということでね。まあ、十何万も買うんだったら、ポップアップマイク、ポップガードなんてね、2、3000円なんで、買うだろうっていう感じがしますけどね。で、収録のコツっていう感じでね、こんな感じで、紹介されておりますね。1メーターから 1.5 メーター離れてくれと。違うわ。フィートだ、これ。3から50センチ離れてくれと。感じですね。で、まあ、音空間は気をつけましょうと。まあね、この辺はね、まあ、我々といっても見てる人たちがどこまでこんな音とか気にするかわかりませんけどね、私はちょっとこの辺を参考にしたいなと思います。まあ、今この環境もすでに窓に近いから、遅いっちゃ遅いんですけどね。こんな感じですね。ああ、そう、外付けハードドライブのね、音ってすげえ響くのよ、これ。私もね、コンデンサーマイクじゃないですけれど、ダイナミックマイクロフォンをね、こう、机の上に置いて、こう、音取ったこともあるんですけど、すげえね、外付けハードディスク、同じ机の上に置いてあるんですけど、やっぱ、動いた瞬間、コロ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 、なんだろう、このノイズって思ったら、パソコンとか、外付けハードディスクドライブのね、音だったりしますので、意外とこの辺やっぱね、大変だなっていう感じがしますね。他にもね、コンピューターのスペックやらとか、ブラウザーバージョン、インターネット接続環境とか細かく、してくれています。まあね、この辺も、まあね、機材提供したところでできない問題なので、この辺だけは気をつけてくれって感じでしょうね。どうしようもないですからね。でもやっぱり音ですよね。どうしても入ってくる音をどこまで軽減して収録するか。なかなかネットフリックスも、まあもう時代ですよね。これ含め、今後役者さんとかは物件とかも考えなきゃいけないのかなと思ってしまいますね。はい、ということで今回はですね、ネットフリックスがパートナーへの、ヘルプセンターとして、自宅での吹き替えのセリフを収録する環境の、発表というか、まあ通知がありましたよね。素人ながら、見てみてね、値段を見てギャーというのをやってみました。はい、このチャンネルはですね、二次元の面白さを語り合い、知っていくをテーマにパーソナリティたちがそれぞれの視点で見たアニメの感想を語り合い、新たな視点を持ってもっと楽しくアニメを見ていこうが、テーマのね、ポッドキャスト、ラジオの、宣伝よ。まあ、楽しく喋るチャンネルになっております。まあね、お前頑張っとうやんと思っていただけたら、グッドボタンを。まあ、次も見たらんこともないかなっていう人は、チャンネル登録よろしくお願いいたします。パーソナリティ電磁気役でした。バイバイ。